皆さんこんにちは。在日特権を許さない市民の会です。私はですね、昨日ちょっと悪夢を見たんですよ。悪夢、目の前にですね、初音ミクの、吉本生ポカ、あれ見てから寝たんですよ。それひどい夢見たんですよ。吉本興業の、あの生活保護の問題ですよ。お家族ぐるみの大変な生活保護の問題で、結局あれがですね、なんていうのか、傷口からウイルスが入って耳が腫れ上がったみたいになってですね、日本中で、まあ、もちろん夢ですから、あ、つじつまないような変なものなんですけども、そしてですね、耳が熟したところで、なんていうんですか、今まで売国奴だと思ってた議員たちがなぜかそれを後ろ盾を使って解決するわけですよ。その吉本生ポっていうか、吉本興業の生活保護問題、例えば橋本徹とかですよ。そしてそれを一斉に今度はマスコミが持ち上げるんですよ。7年前の小泉ブームとか、3年前の民主党の政権交代、国民の生活が一番の時みたいに。そして衆議院選挙が終わった結果、石原慎太郎が総理大臣になったところまでいいんだけども、あれですよ、橋本徹の大阪維新の会とか、何て言うんですか、みんなの党とか、民主党の団党とか、自民党の、まあ、小泉進次郎とかが、まあ、連立組んでですよ、まあ、内閣ができたと。その結果、結局ですね、まあ、石原慎太郎は結局ですが、まあ、まあ、祭り上げられただけで終わってですよ、まあ、総理大臣として祭り上げられただけで、結局 TPP が通ったり、同州制が通ったり、帰国制度が通ったり、外国人特権が通りそうになったりするんですよ。で、我々在日特権を許さない市民の会は、3年前にですね、外国人参政権、断固反対デモというのをやったんですよ、全国で。で、私は高速バスに乗って東京行ったり、大阪行ったり、もちろん福岡のデモにも行きました。それと同じことをまたしなきゃいけなくなったんですよ。そういう夢ですよ。TPP に、横断幕の敵はですね、同州制とか一国二制度によって、日本がバラバラに切り裂かれるから、切り刻まれて、外国に売り渡されるようになるから、日本は一つって書いた横断幕なんですよ。そして、横に書いてある小さな横断幕には TPP 反対とか、同州反対とか、一国二制度反対とかですね、あと外国人特権反対とか、在日特権反対とか書いた横断幕とプラカードいっぱい並んでるんですよ。で、3年前よりよほど深刻なデモになってるんですよ。で、中にはですね、倒れる途中で、緊急で倒れる女の子がいたりとかですね、そんな非常に過酷なデモになってるんですよ。そういうとんでもない夢を見たんですよ。それ非常に私、寝不足な状況で目が覚めてですね、ふっと思ったんですよ、その時。で、石原慎太郎は確かに尖閣の領土問題で非常に、いい活躍をしております。その一方で、石原慎太郎はなぜ日本の領土をですね、外国人トップなどによってですね、外国に切り売りしようとしている橋本総理にしようんでしょうか。これは明らかにですね、あれですよ、野望ですよ。かつて自民党が社会党と手を組みました。そしてかつて自民党が公明党と手を組みました。あれと同じことですよ。で、石原慎太郎は尖閣を守るために尖閣を購入しようとしております。一方、橋本総理は大阪の伊丹空港など地に外国人トップを作って、そしてですよ、外国に日本の領土を、切り売りしようとしております。全く政策が逆なんですよ。かつての自民党と社会党の野望、かつての自民党と公明党の野望、それよりもひどいんですよ。石原慎太郎が橋本徹にすり寄ろうとしていることは。それ、まず仮にですよ、吉本生ポのですね、吉本興業の、生活保護問題をですね、まあ、さまざまな後ろ盾を使って、まあ、大阪維新の会とか、みんなの党とか、民主党の残党とかが解決したらですね、まあ、それをマスコミが、また小泉劇場みたいに祭り上げてですよ、そういった形で、そちらの議席が増えたりしたら、僕たちはまた尻拭いをしなきゃいけなくなるんですよ。本当に、同州制反対とかですね、日本は一つとか、日本を切り売りするなっていうような横断幕を持って、またデモをですね、日本中でやらなきゃいけなくなるんですよ。ですから皆さんですね、頼むから僕たち尻拭いさせないでください。僕はですね、外国3年前、外国人参政権の抗議のファックスをするだけでですね、ファックスあまり言いたくないけども、ファックス代だけで40万使いました。直近切り下ろして、セブンイレブンからですね、ほとんど全ての議員にですね、外国人参政権断固反対のファックスを送り続けたんですよ。だからそういうような苦労、誰かが出ない現象になるんですよ。だからテレビはこう言ったとか、橋本さんがテレビでいい人に見えるとか、ね、そんなことでね、あと仮にですよ、吉本興業の生活保護問題、仮に橋本徹が解決したとしてもですよ、あいつはですね、TPP とかですね、同州制とか、外国人トークを進めようんですよ。そっちの方が成立したらですね、日本は終わるんですよ。吉本興業、仮に橋本徹が潰したとしてもですよ、何にもなりゃせんのですよ。
だからもし勝ちたらですよ、バスゴミ室の奥の奥まで考えて、吉本生ポ、吉本生活保護を突っ飛したらですよ、橋本徹がひっくり返すのが何かといったお手も考えてあるかもしれんですよ、演出を。演出ですよ、演出。ハッピーバースデートゥーユーとかのびっくりパーティーみたいな演出ですよ。あんなものをマスゴミは考えてるかもしれんのですよ。そしてまた小泉劇場や国民の生活で一番みたいな、ああいった馬鹿げたことが起きるんですよ。そしてまた国民が踊らされて、で、尻拭いするのはまた行動する、保守運動する、例えば在族会とか、頑張る日本とか、そういう行動する、保守運動する人間が、尻拭いしなきゃいけなくなると。そういう目に遭うんですよ。そういうことやっちゃいかんのですよ。ねえ、皆さん。で、これは何があっても、この先何があっても、吉本南方、橋本徹が解決しようかどうしようが、どこが民主党の残党が解決しようかどうしようが、絶対に民主党と橋本徹の大阪維新の会、みんなの党には絶対投票しないでください。以上です。